はい、どうも、隊長です。ウィンニングレベル2019マスターリーグ続きの方やっていこうと思います。今日の予定は、前期第3節セルティック対ハミルトンアカデミカルと第4節のハイバーニアンですね。その後すぐにチャンピオンズリーグ第1節リバプール戦があるな。これ楽しみだな。ただこれは次回の動画ですね。で、移籍期間最終日なんですけれども、セルティックはもうこれ以上補強はしないです。まあできれば補強はね、冬のシーズンでやります。今いるメンバーだけでちょっと何とか頑張っていきたいってのはありますね。で、現在ビニシウスジュニオール、レンタルで獲得してるんですけれども、移籍交渉でね、もしかしたら完全移籍が可能かもしれん。移籍金に関してはね、一つでも下げると成功率 50% 以下に下がっちゃうので、移籍金は最低でも1400万ぐらいは出さないといけないという感じですね。チャンピオンズリーグ、これせめてロゴとかさ、ヨーロッパリーグとか、せめてロゴだけでも、ちゃんと入れないとダメだよね。次回の動画でちょっとロゴ入れてみます。で、チャンピオンズリーグに関しては、セルティックはグループ C に所属して、その中にはシャルケ、リバプール、PAOK というクラブが入っています。その他のクラブはどうなってんのかな。グループ A はユベントス、バルセロナ、スポルティング、スタンダル、リエージュって感じだね。ユベントス、バルセロナ、熱いな。インテル、ベンフィカ。インテル、ベンフィカが来るかな。パリ・サンジェルマン、マンチェスター・ユナイテッド、アヤックス。うわ、めっちゃ面白そうじゃん、ここ。隊長が選手時代の時、一応、アヤックスとパリ・サンジェルマンに在籍してましたからね。ここはちょっと気になる。グループ E とか、ポルト、トッテナム、バレンシア、ミッティラン。レアル・マドリー、マンチェスター・シティ、スパルタク、モスクワ、はあはあはあ、クラブ・ブルヘ、ローマ、モナコ、ディナモ・ザグレブ。シャフタールドネツがアトレティコマドリーフェネルバフチェ、はいはいはい、いいね、面白そうだな。いやー、グループ D 面白い。ここに入りたかったまあここも悪くないですけどね。さあ、ということでここまでですけど、5試合やって2勝1引き分け2敗。まあまあまあ、就任してからこの成績はまあ良くはないな。良くはない。50点ですね。50点。あと開幕戦負けたこともあるので、これはちょっとマイナス評価がでかいって感じですかね。まあ、ここから頑張ってなんとかオーナーに気に入ってもらわないと、まあ、クビにされるので、次の試合は何としても勝たなければならない。よし、という感じでハミルトンアカデミカルにはこのメンバーでいきます。特にいじってはいないですね。で、マークは今回つけないです。前回第2節では、まあ、なんとか 1-0 で勝利できたからね。1-0 で。ギリギリだったけど、まあゲームの入り方だね、本当に。ゲームの入り方が悪いと、その後も悪い。ロジッチのこのパス、通る。フォレスト。あー、ごめん。ダメだったな、今の。さあ、行け。いけなかったどうしよっかな。これウィーレってちゃんと崩さないとダメだもんね。いい感じ。クロス、あ、クロス、そんななんかふわって感じなのか。あ、あ、危ねえ、危ない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 。いいんじゃない、いいんじゃない。ビニシウス来た、ビニシウス来た来た来た、移籍後初ゴール。よくボール取った、そこで。いやー、デンベレのパスもいい。キックフェイントで中入って外にまた出すと。フィニシウスに預け、デンベレ下げて、もう一回デンベレ、来た来た来た、デンベレ、おっしゃ、2点目、エースデンベレ、来た来た来た。ようやくなんかチームとして連携取れてきたって感じかな。よっしゃ、まあ、点取るとチームの動きも良くなると思う。
おっとっとっとスライディング。ちょっと待って、怪我はさせないでね。怪我はさせんでね。ほんと。ウェイ、スライディング読んでました。トップ下に預け。あっとっと下がっちゃったか。クロス。ああ。前半終了。2-0。試合データ。支配率 54%、シュート3本と枠内3。いいですね。上がる、ボヤタ上がる、右めっちゃ空いてる。いやーでもパスひどい。さあキーランティアニ上がってく。あ、いける。ちょっとドリブル行き過ぎたな。上がってきて、いやセカンドボール怖い。今の決められてたぞ今普通で。これオフサイドですね、余裕の。そういや設定で選手の名前を表示できるようにしたいんですよ。カーソル選手名表示、対戦相手側ってのがあるんだけど、コムと対戦する場合はコムチーム選手の頭上に選手名を表示するかどうかを設定します。相手にか。自チームはどうやってやるの、わからんな。ちょっとすみません、次回の動画までにやります。相手の選手名はね表示できるけど、あとこのカメラ画面だったらなんか FIFA っぽく見えるよね。 FIFA そっくり。あ、こっちの方が俺やりやすいかもしれん。こっちの方がやりやすいかも。おら、あ、これちょっと守備難しくなんな逆に。うん、あ、でも攻撃はいいかもしれん。ビニシウス、なんか、行って、はい。サイド抜かれた。クロス。オーケー。ボヤタがしっかりと。さあ、ビニシウス、ビニシウス。ちょっと、あ、ごめん。いいね、フィニッシュっす。なあ、いや、キャプテン、ブラウンいいっすね。中央はカットされるよな。いや、ブラウンいいな、スコット・ブラウン。さすがキャプテン。心が整ってる。整ってるファール。整ってるファール。整ってるファールってどういうこと。ファールに整ってるもクソもねえだろ。オッケー、なんとか 2-0。 いやー、オーナーに怒られずに済むわこれで。第3節、うわ、レンジャーズがセント・ジョンストンに 4-1 で敗れるのか。これでセルティック3位ですね。今月のマンスリーレポートが届きましたと。何が得意のなのか、何がダメなのかが分かると。こういうのはウィレ2018でもありましたよね。チームコンセプト、攻撃傾向ではポゼッションか。で、ショートパス。はいはいはい。攻撃時のエリアは、あ、両サイド 35%35% と使ってると。これ面白いな。FIFA ではないもんね。守備傾向、リトリート、セーフティー。支配率 54%、シュート 6.3 本か。1試合で。得点失点の時間帯比率。あー、なるほどね。31分から45分の間が結構失点率高いですね。お、お、お、いいね。これも面白いな。スコット・ブラウンいいですね、やっぱり。ドリブルでもパスでも。パスターゲットでも上位に入ってるしね。お、ビニシウス・ジュニオールが急激に成長していますと。これ完全移籍で欲しいな、完全移籍で。78か。47%。いや、一勝して 1% は結構大変だな。はい、というわけで移籍期間終了して、前期第4節ハイバーニアンですね。8月残りの予算か。移籍金予算はまあ大体2000万と。これビニシウス・ジュニオールで結構持ってかれるかもな。移籍情報見てみましょう。ウィレって移籍がすごいんですよ、激しいんですよ。
特にプレミアとか。やっぱり移籍めっちゃしてるね。これ移籍金順で並べてますけど、クリステンセンがシティに行ったりとか、スモーリングがユナイテッドからリバプール、ジョン・ストーンズがリーベルプレート行ったな。日本人いない日本人。わあ、バークリーとか。いや、移籍してますね、結構。シャキリ、移籍早っ。マジかよ。ファビエル・エルナンデスとか、アトレチコ。うわー、すごいね、移籍。日本人は誰かいますか？岡崎慎司、レスターシティからウェストブロミッチ・アルビオン。おー。2部に行きましたね、2部に。お、なんだこれ。下部組織トレーニングだってあったっけ？ウィーリー・ハリントン。あ、能力値高いな。へえ、こういうのできるんだ。これは今度ちょっといろいろと設定していきましょうか。スキルトレーニングとかあるしね。シザース。あ、トーマス・ロジッチが覚えられる。あ、こういうの面白そうだな。現在行ってるトレーニング中断。あー、1個しかできないのか。まあ、シザースを覚えたところで僕が使えるとは思えませんが。さあ、ということで、ビニシウス・ジュニオールは現在成長期ですね。よし、エトを今回入れます。で、スコット・シンクレアも入れよう。で、センターバックのクリストフェル・オーイエが調子悪いんで、コンパーと変えます。あ、カラム・マクグレが調子いいな。ロジッチと変えよう。オッケー。ということで、ハイバーニア、ボグダンいるじゃん。ゴールキーパーに。やっていこうと思います。ちょっとこれユニフォーム見づらい。このユニフォームでいこう。よし、やっていこうと思います。セルティック対ハイバーニアン。前期第4節です。この勢いで連勝しましょう。いや、色すげえな、これ。サードユニ。来た来た。いい感じ。スコット・シンクレア。中央のこれにデンベレ。あい、早速決めた。あ、デンベレじゃないな、これ。エトーですね、エトー。デンベレ出してねえんだよ。エトー、早速決める。これちょっとようやく慣れてきたかもしれんな、トッププレイヤーに。まあ、ちょっと次リバプール戦なんで、ちょっとリバプール相手にスーパースターちょっと怖いので、そうだね、もうちょっと。もうちょっとっていうか、まあいずれかはスーパースターにしますけど、もうちょっとトッププレイヤーで、あの、そう、なんつうの、パス回しとか練習してみようかな。さあ、マクグレがサイドシンクレアに渡す。あ、ダメだ。これさ、このカメラ設定さ、もしかしたら見てる人にとってはちょっと見づらいかもしれんな。どうですかね、ちょっとあの、このカメラ設定、僕は、この画面設定ちょっと FIFA に似てるんで、ちょっとやりやすい感はあるんですけれども、どうですか、見づらいですか。ちょっとそこら辺、ちょっとコメント欄で教えていただけると、嬉しいでござんす。いいね、ガツガツいくな。みんな守備いっけー。中央に行った預け、エトーに預け、シンクレア。もう一回右サイドクロス。クロスやっぱ弱体化されてんのかな。2018と比べてなんかめちゃくちゃ精度の高いクロスにはなってない。やばい。あー、決められちゃった。ハイバーニアン同点。ジェイミー・マクラーレン。そう、ボールがね、向こうサイドに行くとね、守備しづらいんよね。そう、ここにボールがあればね、やっていけるんですけど、奥の方に行っちゃうとね、相手とのその感覚がちょっと分かんないっていうか。もうこれは慣れの問題かもしれないですね。さあ、キーランティアに上がって、あった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 、フィニッシュです。シュート押せる。ボグダンキャッチ。
いいよいいよいいよ、めっちゃ崩せてるよ崩せてるよ。はい、2得点。新戦力が活躍してんな。オッケー、みんなで行け、みんなで、みんなで守備、みんなで守備、オッケー。前半終了、エトーの2得点でセルティックが現在勝っております。おお、ビニシウスめっちゃいいな。今どうやってやったか分かんないけど、おら今のはおしゃれ。これすげえ、ニューネイマールって言われるだけあるわ。長い、中入れてられた、よし、よく守った。来るぞ来るぞ、 OK。 え、 PK じゃないよね、 PK かな、じゃなさそう。ゴードンキャッチ。選手交代しましょう。エトーが疲れちゃってるんで、ムザデンベレ入れます。潔いで入れるか。あー、どうしよう、右サイドバックいないね、うちらのチーム。キーランティアにちょっと右サイドバックにやりますけど、うん、いないな。でエブエクアシをニルビトンと変えます。キーパーに戻して、大きく蹴る、いいよ、シンクリア、もう一回ビニシウス、あれそっちにパス。あれ予想外のとこに行っちゃった。まず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 、あぶら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 、パス回しむずいな。これで2対1、セルティック2連勝ですね今日。試合スタッツはこんな感じですね。これでセルティック首位です。開幕戦負けはしましたけど、その後3連勝と、レンジャーズと同じですね。早くレンジャーズやりてー。ビニシウスジュニオールが成長してますと、いいことです。オーナーから与えられた目標に動きがありました。はい、失礼します。お、我々はタイトルを取り続けるチームであるべきだ。あ、まあこれは知ってます。チャンピオンズリーグではこのチームならグループステージ突破は難しくないと思うよ、思うよ。しかし油断は禁物だ。あ、まあしかし油断は禁物だってあったのはいい。さあということで、次はチャンピオンズリーググループステージ第1節、リバプール戦と、でその後セントジョンストン、レンジャーズを4対1と破った。まあ強いなのか、強いのかな。星1だけど、レンジャーズでも星 2.5 か、セルティック星 3.5 ですね。あれ、もうリーグの中でセルティック一番強いじゃん。やべえなこれ、ちょっとダメだ、やっぱ次回の動画はスーパースターにしよう。うん、甘んじてちゃダメだ、トッププレイヤーで。これでいきます、リバプール相手でもスーパースターでやります。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。